2020年は仮面ライダーとともに悪役をやってるんですけれども、やっぱり違う役もやってみたいっていうのをやってて、今悪役をやって、来年は正義っていうかいい役もやってみたいなと思っております。今はすごい AI というかロボット役なので、自分の性格とか感情とかを出せるような役、思いっきり出せるような役をちょっとやってみたいと思います。僕普段ライダーが決まる前はちょっと黒髪だったんですけど、この今の金髪になってのこの砂川修也っていうのを、まあ貴重なっていうかこの1年間だけかもしれないんで、そこを見せられたとか、ライダーではクールな役をしてたんですけれども、それ以外の笑顔だったり、そういったカットにこだわりをちょっと持ちました。普段と違う、一番それが出てるなって思ったんですよ。ホロビっていう役を今やってまして、それでホロビでは絶対見ない表情なので、僕はちょっとこれは見せたいなっていう表情です。やっぱり僕としては俳優を今までやってきたんですけれども、やっぱり仮面ライダーが決まってすごい、僕の人生がもう一変した感じの2019年で、まあ、人生で多分一番思い出に残る年なんだろうなって思います。あ、そうですね、共演者の方はちょうだいって言ってくれる人もいました。で、家族もみんな買うよっていう声をいただいたりしてるので、ちょっと嬉しいですね。家族が沖縄なので、ちょっとなかなか会うことができないので、こうやって元気な姿を見せられるのはすごい嬉しいです。まあ、全然やってないんですけど、なんか音楽とかやってるかと思っています。本当に趣味レベルなんですけども、なんか楽器一つできたらいいなとか、だから沖縄出身なので三味線弾けたらとか結構考えてます。具体的には何か動こうとか、具体的に音楽活動みたいな感じのことを、まあできたらいいですねできたらいいなと思っています、僕にセンスがあれば。このカレンダーは、僕もすごいカット1枚1枚見て、すごく、まあ、自分が現れてるっていうか、すごく表現できたと思ってますので、ぜひ、もう完成度も結構高いと思っております。1年間一緒に過ごしましょう。